吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。本日は第63回の武装マラソン、武装駅伝大会が開催されます町田市の陸上競技場です。今日は青山学院大学陸上競技部の皆さん、この箱根駅伝でも活躍した皆さんを中心に中学生から社会人の皆さん方のレースが行われます。これは先導する白バイです。今大勢の皆さんがこちらに集まってきておりますが、それぞれのクラスに分かれての競争になります。今日の駅伝大会、私も先ほど川端議長の代理でご挨拶をさせていただきましたが、駅伝といいますと九州州駅伝1056.6キロ、10日間、72時間のレースが世界で最高のレースというふうに言われてきましたが、この地元町田市での駅伝大会、今日楽しみにさせていただきたいと思います。大きな記録、そしてつなぐということ、伝えるということ、それを大事にした大会であってほしいということをお願いしたしたいです。警察署、消防署、交通安全協会、さまざまな皆さん方、そして駅伝の皆さん方、そうした皆さんの協力で行われる大会です。そうした大会がぜひ形になりますよ、ぜひ申し上げまして、お願いします。